鍵山正和は、愛知県名古屋市出身の男性フィギュアスケート選手で、現在はコーチ。1992年アルベールビルオリンピック。1994年、リレハンメルオリンピック男子シングル日本代表。愛知工業大学名電高等学校卒業。愛知工業大学中退。息子は、同じフィギュアスケート選手の鍵山優真。1991年から全日本。 フィギュアスケート選手権3年連続で優勝した。1994年の全日本、フィギュアスケート選手権では、大川文博氏に次ぐ2位に終わった。解説者の井原嵐文夫は、膝と足首が柔らかい選手と評価した。アクセルジャンプはやや苦手としたが、膝と足首の柔らかさは、トリプルルッツトリプルトゥなどの連続ジャンプでより、活かされた。 本田武氏が登場するまでの日本の男子フィギュアスケート界を牽引した人物であった。1992年アルベールビル五輪、1994年リルハンメル五輪に男子シングルで2大会連続で出場したが、8位入賞には一歩届かなかった。それでも日本、千葉市で開催の1994年世界選手権では自己最高の6位入賞を果たす。 同大会を最後に、現役引退。息子の鍵山雄心もフィギュアスケート選手であり、選手とコーチの間柄である。スワン通信ナンバー65長野県体育協会、P7 富士 TV ウェブ、スケート、リンク注目選手紹介。ありがとうございます。